え、どういう感じこれ。うわうわ、こういう感じ。今日はね、まあ、ちょっと雪が降る中、神馬の滝かな。はい、神馬の滝ですね。ね、来ました。まあ、ここ、まあ、滝が有名なんですけど、はい、猿がね、いますね。有名なんですよ。なんだこれ。うわぁ。来るかな、ここなんか。うわぁ、寒っ。めちゃめちゃ寒い。どういう感じだっけ。ここでお金払うみたい。なんか、しゃがまない方がいいみたいな。怒られた。怒られました。なんか僕もここなんかちっちゃい頃に来てなんかちっちゃい猿を触ろうとしますんですよ。そしたらもう親がカーってなってうわーみたいになった思い出があるんですよ。そうなんだ。あ、いるわね、そこ。うそうそうそう、木の上に。ねえ、ちょっと行きましょうか。行った。はい。おはよ。なんかちょっと近くでね。人がいるんですか。そう、か、あの、何かあった時のために。そうなんですね。あ、見事な。まあまあ、いいっすね、見事な。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。神馬の滝は高さ110m、幅 20m、 四国地方一を誇り、四国地方で一番でかい。うわーすごいな、あそこも。これからはどんどん降っていくんだろうね。いや、大きいから、僕の木が。
かったんだよ、なんか大きく言うのって言うのもんだね。いや、撮影スポットね。あ、だね。気をつけてや。危ない。ああ。見事な滝ですね。さ。どうなんですか、このカメラどうなんですか。お疲れ。どうだった。楽しかったです。楽しかった。楽しかった。まあ、寒いんですけど、本当にすごいインスタ映えスポットなんで、やっぱ走って行きやがる。なんか僕の友達の友達がいて、マジで。さっきちょっと話聞いたら、え、友達だ友達だよみたいな。あ、そうなんだ。もともと知っとったわけじゃん。僕は知らないんですけど、向こうは知っとったみたいな。スピチューブ知ってるしてるんですよって言ったら、え、なんか友達がフォローしてるみたいな。ほんまに。そうなの。ほんまにマジで。あ、びっくりしたですね。ね、新年早々、はい、おめでたいですね。本当に。はい。いいですか。はい。もう本当に今日はもう楽しかったです。まあ、ぜひぜひ本当インスタ映えすごいスポットなんで、よかったらぜひぜひ。はい。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。